天性の素質と感性な顔立ちでファンを魅了するストライカー山田貴博22歳、超高校級と謳われ3年前鳴り物入りでプロに入団。スピードとテクニックを生かしての突破力は折り紙付き、目が離せないプレイヤーの一人である。今日はもう山田さんにぜひお話を伺う前にですね、ちょっと見ていただきたいんですよ。これこういったですね、番組特製のオリジナルのこのユニフォームを作ったわけなんで、ちょっと背中を見ていただきましょうか。ね、目覚ましとかっこいいですよ。そうですか、白似合いますね。もう体の方は反対なみたいな。そうですね、ちょうどもう2ヶ月経ちます、だから、はい、だいぶ早く治ったもんですかね。山田選手がサッカー人生の中で忘れられないことが起こったのは4月27日対ベルマーレ戦。試合中の接触プレーで右足靭帯を切断。しかし2ヶ月のリハビリの末、見事克服、復帰を果たした。そうですね、もう膝の怪我っていうのをしたことなかったんですね、今まで。プロである以上怪我はつきもんですけど、やっぱりしちゃいけないなっていうのはやっぱり身に染みて分かりましたね。まあ、山田さんといえば何といってもそのボールを持った時のこの速さでしょ。あ、ちょっとね、今日はねどれくらい速いか僕体験してみたいと思いまして一つお願いしたいことがあるんですよ。はい、ボールを蹴りながらドリブルしながら走っていただく。私の方はもうそのまままっすぐ走りますから、ね。あ、はい、よーいスタート。ピーチ。しまったら、ボール持たせたら余計速くなっちゃうのかな、これ。どうですか。なかなか速いですよね。高校1年生の頃からね、ずっとそのサッカーの天才、もう10年に1人の逸材と言われて、プレッシャーはなかったですか。だからそういう言われ方をするのはすごく嫌だったですね。だからそれだけのことをやっぱしてきましたから、例えば天才とかそういうね、言葉で片付けられるのはすごい嫌でしたね。それから日本代表入りもあれ最年少だったということなんです。どういう気持ちですか、その時は。まあ嬉しさよりも驚きの方が当時は大きかったですね。選ばれた後辞退なさって、てるんでしょ。ずっとチャンスをもらえなかったんですね、代表にいても。だから大きなね、すごい大きな集団の後ろにつくなら、はい、あの小さな団体の頭になろうと思ったんですね。小さい頃からむしろサッカーよりも熱を入れてたことがあったそうですね。あのボクシングがすごい好きで、はい、あれっていうのはやっぱ身内がたまらないですよね、見てて。自分はまあ勝手にやればいいですけど、でまあ最終的に親に反対されて、やっぱボクシングっていうのは1対1のことですよね。でまあサッカーっていうのはまあ11対11ですけど、やっぱり局面でのやっぱり戦いを見てみると、まあ、1対1なんですよね。7時15分、サッカーでもボクシングでも。今持ってる夢というのは何ですか。目標とかっていうのはあんまり具体的に持ったことがないんですね。だから毎年こうシーズン始まる前に、毎年毎年じゃあ去年の自分を超えていこうっていうことだけは考えてますけど。今日のプレゼントは、私のサイン入りゲームシャツです。欲しい方はじゃんじゃんおはがきください。